い、こんにちは。はい、こんにちは。川端です。川端です。はい。はい、谷です。はい。今日は、谷さんのホームグラウンドですね。そうですね。日本海。日本海。はい、兵庫県の日本海、竹野から出てるグランブルーという船で。はい、何狙いましょうか。日が暮れるまでは根魚中心に、はい、まあ今旬のアコをね、はい、狙いたいなということで。なるほど。はい。でまあ日が落ちてきたら今流行ってますねメタルステっていうかね、はい、剣先ですか。はい、剣先をちょっと狙いたなと、はい、欲張りプランですけど、はい、お土産をみんなに確保してもらうという。わかりました。はい、まあ、日本海僕あんまり来る機会がないんでね、またいろいろ教えてください。ああ、了解です。よろしくお願いします。わかりました。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。アコは5メーターぐらい上でちょっとこう軽く刺すのが一番ええねんけど、遊泳力あるからガシッと上やな、うん、もうほんでコツコツなんで来へんからガツーンと一発来てもう釣れるか。着底装置コツコツはもうガシラ君やから。そこもおるな、跳ねてるね。あー、ちょびっと出てますね。お、出てる出てる出てる。釣れちゃうよ。わからん、ちっちゃいな、ハマチか。トップじゃないでな。大きいででもな、群れは。くそ。では来ました。根魚です。途中で引いてるからガシラじゃないと思うんですよ。アコちゃん、おー、アコちゃん、おー、ほい、おー、ありがとうございます。きっちりお仕事。谷大輔がナブラ打ちしてる間に来ました。キックボトムでこっそり打ちようと。来ました、高級。日本海ではザラにおるみたいで、僕らには高級です。はい、どうぞ。世界の価値があります。お祭り終わりました。終わりましたね。早いね。結構船バヤッと流れたで。ひなまさんのちっちゃいのかも分からへんね。でも結構羽取ったで、イワシかな。多分そうなんだな。お、釣れてんじゃん。ザス。うん。ゴジラや。スギちゃん、こっち向いて。ミニミニガシ。ジギングサビキですか。ジギングサビキの根魚のようでございます。素晴らしい。
素晴らしい。寝魚の上できっちり寝魚をゲット。はい、ジグでは釣れなかったであろうこのジギングサビキで拾って。あ、今日はいい天気っすね。ドラが夜にな。無理、違う人。いや、来た来た来た。いやいや、でもちっちゃいよ、これも。ガシラか。ガシラやな。ドラグは白いカモードやった。このポイント。ガシラが高い。やっぱアコウの食わない。かわいいミニゴジラです。平場です。僕は今背が立っとったな。ほら来た。お、アコやの A サイズやな今の。お、アコや、アコや。でもこれどそこやったで今の。どそこ、いやそれはわからん。そこにおる場合もあるからな。ここでもう一回引いてやる。あー残念、ガッシーです。今度見せろ。ダブルヒット。ダブルヒット。あったー、ヒットはどっち。おお、アコかもしれん。どうも、おお、俺もちょんちょんって引いてるわ。ガッシーやけどな。アコ、テンション。お、またお前のに絡んで俺の方に。まだ届いちゃうよな。おー、アグーやー。おー、ナイスサイズ。サイザー、いやー、ガシラ悪飲みやし。はい、ダブルヒット。アコーとガシラ、持ってる人と持ってない人の違いが出ましたね、魚種に。何言うとんねん。そっちは何、サビキの方に。サビキ、こっちはキックボトムの方で。うん、当たりきましたわ。これはキックボトムは何グラムですか。これはね、60です。はい、後半戦。はい、じゃあ寝魚は終わってですね、はい、今から夜の検索イカの部分、はい、ということでですね、まだちょっと外明るいですけど、はい、まあ今ぐらいの時間からこう、今日はですね、だいたい40メートルから45メートルぐらいのところにアンカリングをしてですね、でまあもう少ししたら電気もつけて、で明るい状態でこう、イカを狙うということで、はい、じゃあちょっと、まあ、またやりながら。そうやね、いろいろまたいろいろとね、途中でね、はい、そうしましょうかということで、とりあえず釣りに、はい、入りたいと思います。やりましょう。はい、一番下にタングスって、でここからずっと、そうですね、60センチ、70センチぐらい下かな、あ、上にこう、エラスができてます。で、僕は今日ロングリーダーなんで、ここに40センチぐらいのところにランブ SS をつけてですね、こういう仕掛けで、まあ、最初なんでまだ明るい時間帯は、基本的にはそこを中心から、誘ってみます。で、まあ、釣れ出したらこうライトが効いてきたら、だんだん水深明るくなると上の方に浮いてきますんで、だんだん棚が上の方に移行していくと、まあ、基本的には今はまだ明るくて電気も焚いてないんで、45メーターそこから一巻二巻1メーター 1.5 メーターぐらいのところからスタートして探っていきます。そういうやり方で、はい、始めてみたいと思います。まあ、基本的にはスピニングリールでもベイトリールでもいけるんですけど、まあ、ベイトリールの方が、どう言ったらいいかな、少しサミングしながらやるんで、潮の効きが、強い日なんかは糸吹けが出にくいんで、着底も分かりやすくて、着底と同時にこう誘い上げができるっていうような利点はあります。まあまあ結構流れてますね今。タングスって、15をつけてます。
い、着底しました。でまあ一巻き二巻きぐらいなところで、まあ、イメージはですねこうしゃくり上げて枝巣があるんで枝巣引っ張っていったやつがこう止まってゆっくりこう降りていくというようなそういうふうなイメージでやります。ついてるこういう仕掛けは有利です。乗ってたやつや今乗っとったな。しかもチビチビイカしかもヤクルトヤクルト釣れたら
でも釣れたら嬉しい。そらそら。はい、さっきから SS 上ばっかりやね、今のところ。やったー、おめでとう。お姉ちゃんたち、持ち上げてください。その間、俺たちは、ちゃんと動かしてもらって。近づけたい。上げてきて10メートルラインくらいです。アジの下におるような。まあまあいいサイズですね。はい、ありがとうございます。どうでしたでしょう。やっといっぱい釣れてきた。やっと終わった。エギの方が それでは、ちょっと今日白イカ、ケンサキイカ、メタルイカエギングやってますけど、それについてちょっと今日使ってる、新製品について、ご紹介させてもらいたいと思います。今日は三つ股になってて下にすっておもり、で上に、エギというようなリグで釣ってますけど、で下の方のタングスって、タングステン製のメタルスってですけど、これが、7色で、7月から発売になってます。で今日は、それをいろいろ使いながら、まあ、あと重さがタングステの方ですね、10号と12号、15号、20号、この4種類ですね、重さはあって、カラーバリエーションが7色ということになってます。潮の流れだとか、その日のあたりカラーだとか、そういうのを、まあ、考えながらですね、まあ、重さとカラーを変えていただけるというふうなバリエーションになってます。エギの方はですね、まあ、これちょっと見てもうたら分かるんですけど、まあ、白いかちっちゃいエギがええっていうことでちっちゃいエギになってます。ちっちゃいエギですけど、まあ、他社とはちょっと違って、お尻の方もカンナとかも、ダブルになってます。しっかりかかるようになってまして、基本的には、水中での姿勢はこうふわ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 という中性浮力を出すような作りになっててですね、しゃくり上げた時は追随してこういう風になって、で脅した時はこうなってこうふとまる、そういう風な動きになってて、こう船の揺れとかにもこういう感じで対応して、まあ、ケンサキイカを誘うような作りになってます。はい、狙ったりとか、そういうのサイズはね、シーズンの初めは当然大きいのがいるんで、
あのサイズのでかいのを狙うために底ベタベタ狙いますけど、やっぱり活性の高いやつ数ともにやったら中層で激しい動きの方が数は取れますね。だからまあ今になったらもうあんまりでかいサイズっていうのがもうほとんど釣れへんから、数の方にどういうのシフトしたこう釣り方で割とこう激しく誘ってその後ピタッと止めて乗せるというような釣り方が多いかな。うん、若干、まあでもこれぐらいがレギュラーサイズで釣れるようになります。今まだ新子なんで、タングスって新子やと思うで、これは、うんうん、早生まれ、いやでもどうかな、お母さんかもしれんし、メスはちょっとちっちゃいんで、オスは大きい赤身戸の15です。はい、いいですか、地合いをね、しっかりと地合いを、さらなるでかいのが釣れるかもしれない。頑張ってください。はい、あんまり大きくなかった。はい、ずっと15号のままです。よっしゃー、おだるぞ、さっきよりでかい、さっきよりでかい、今日一間違いなし。ニーズだったらどうする。ああ、いやでもちゃうわ、引きがちゃんとどの辺のラインですか。着底やって息もつかせず15回巻いた激しいアクションの後ピタッと止めた。ただの過ぎちゃうパターンやな。伝説の15回巻きですね。ずっとスーチャーパターンだ。間違いなく今日一。あ、おお。はい、今日一。ああ、いい、長いですね。はい、今日一。スギちゃん、でかいの取ったよ。もうイカのヌルヌルで顔がびちゃびちゃなんですけど、もういいっすか、お見事。はい、いけや、お疲れ様でした。はい、ご苦労様でした。どうでしたか今日。今日はね、まあ最初根魚を少しやったんですけど、はい、まああまり潮がね動いてないみたいで、まあ、活性は決して高くなかったですけど、まあ、ポロポロとはね、はい、取れたし、アコも釣れたんで良かったかなと。まあ、イカの方もね、うん、それなりに。そうやね、ちょっとサイズ小さかったけどね。そうやね、最初ちょっと食いが悪かったけど、はい、まあ、後半少しね、あのベート集まってきてからはええ感じで、あのまあまあポロポロと、まあ、今のシーズン的にはこんな感じですか。そうやね、まあ、釣りっぷりは8月以降になればもう少し、はい、あの肩はね少し落ちますけど、まあ数はね、あのたくさん釣れるようになりますんで、はいはい、これからが本当のシーズン。まだまだこれからが楽しみな釣りやね。そうやね、8月、はい、9月は十分楽しめると思います。はい、ではまた何か機会があれば。そうやね、はい、またやりましょう、ね、はい、あのぜひまたよろしくお願いします。はい、こちらこそ、はい、お疲れ様でした。はい、ご苦労さんでした。